本当に彼はすごいネイティブぐらいの日本語能力があるので、はい。もう本当に周りに馴染んで、子育ても、もう普通になんか日本の病院で産んで、なんかもう保育園にも入ってみたいな、3人ともそういうふうな感じで、もうずっと、ああ、日本いいなって暮らしてたんですよ。暮らしてた場所ってどちらになるんですか？これは京都市の左京区です。おお、はいはいはい。私は実は岐阜県出身なんですけど、はい。まあ、大学で京都に来て、で主人も大学院で、彼は大学院かな、で京都に来て、まあ、はい。そこで出会って、はい。ずっとそこに、すごい子育てしやすかったし、私たちもよく分かってる場所だったので、はいはいはい。すごいありがたかったんですよね。で、そんなね、子育て割とやりやすかったっていうような場所にいるにもかかわらず、今、たまりさん、マレーシアに引っ越したわけじゃないですか。今回、その子育て移住っていう形で来たわけなんですよね。これの、まあ、理由がぜひ聞きたいなっていうところなんですが。いろんな理由があるんですけど、でも一つは、まあなんか、日本で、核家族をして成り立たせることが不可能って思っ不可たんですね。能。不可能。マンパワーの大いなる欠如って。それはね、それはね、みんな抱えてる問題ですよみね。んな抱えてますよね。で、もう私も岐阜から出てきたので、一人で、で、主人は外国だったので、本当に核家族でやってたんですけど、まあ、一人目ぐらいはいけるんですよね、なんとか。ギリギリ。で、二人目になってきて、きついってなってきて、もう三人目になったら、無理、もう回らん自分たちではって、もうなんか肌でなりま感すじね。てありますね。で、私結構すごいコミュニケーション能力というか、すごい人が好きなので、アウトソーシングというか、外的支援をガンガン取り入れて、なんか近所のですね、電信棒にですね、子育てを手伝ってくださいじゃないけど、そういう、その外の人をガンガン取り入れて、うちの中に何人か人を入れてたんですよ。3人ぐらい学生さんとか、学生さんがあったばっかりの人とかに、ちょっと待ってください。まず、電信棒っていうのは電信柱のことですかね。そうですね。そうで電すよ信ね。柱とあ、か。はいはいはい。それで、そこに、じゃあ、張り紙を貼って、子育て手伝ってくださいみたいなことを書いて募集したと。そういうのとか、まあでもそれにはあんまり引っかからず、基本引っかかったのは銭湯でナンパした女の子とか、そんな感じで。アクティブすぎる いや、この子、よく見るな、銭湯でこの時間とか。近所に住んでるとか言っなるて、ほど。ね、なんか良さそう、みたいな感じで、今度うちに晩ご飯食べに来ませんかとかって言っすて、ごいな。ちょっと話ずれますけど、で、それで何人かね、若い女の子たちに、うちに晩ご飯食べに来ていいよって、でもなんかお使いとか子供と一緒に遊んでもらうとか、ご飯作ってくれるとかたまにやってくれたら嬉しいって。で、あとは風呂も使っていいとか、なんか結構共用をどんどん広げていって、どんどん人を一緒に住むみたいな感じにして、なんとかね、私でもかなりマンパワーをこう自分のそのアクティブさでフォローしてたんですけど、やっぱり回んなかったんですよね。回ったけど、きつかった。いやー、そこまでできるっていう人がまずそんなに多くないと思うので、まあ、それをしてまでも、きつかったって相当ですもんね。やっぱお子さんが3人いらっしゃるわけですから。そうなんですよ。で、特にね、やっぱりお金でもつながってなくって、全部自分たちの善意とかでつながってるから、まあ、ね、若い女の子たちだから、留学行きますとか、なんか、ちょっと、勉強しに行きますみたいなので、結構、ね、常にはマンパワーは家の中に入ってない状態になって、そっかそっか。だからローテーションっていうか、3人ぐらいでお願いしてたんですけど、やっぱりなんか、ああ、これはちょっと厳しいなって、思っていて、ああ、よく考えたら私、マレーシアに親戚いるやんと思って。いっぱいいるやんって思って。旦那さんは動けないにしろ、私と子供は動けるんじゃないって思って、行ってみようって、なったんですよね。で、まあ、それが一つ。振り返ると、やっぱりもう、どうしようもない日本への危機感。これにつきます。そのマレーシアを選んだ理に来由とた、して、選んだ理由は、危機感。
危機感も、なんだろうな、前もお話ししたんですけど、私昔住んでたのが銀閣寺、京都市の銀閣寺っていうあのすっごい有名なお寺で、はいはい、あの隣に住んでたんですけど、ほとんど変なとこ、隣、本当に隣に住んでて、で、あの、お土産物屋さんにね、聞いて、なんかこう、あの、遊んだりとかするんですよ、お土産物屋さんで。今日どう調子とか言って。なんか、あの、これか出てますか近所だからってことですよね。そうそうそう、うんうんうん、散歩しながら。うん、そうすると、本当に日本人の財布が硬いと、紐が。はぁ。で、なんか全然物が売れないっていうのと、じゃあ今誰に売れてるんですかって言ったら、やっぱ外国人、特に中国の人に売れてるっていうのを言ってて、ね、でもほとんどお土産物とかもすごい中国語表記とかすごいどんどん多くなってきてて、で、なんかもう、なんだろうな、で、それとね、ちょうど、ね、みーちょさんもご存知だと思うけど、まあその、大震災の時があったりとか、福島の、はい、まあ、なんかいろんな紆余曲折あって、はい、まあ、年金制度とか、はい、なんかこれからの人口減少とか、いろいろ考えたら、あかんと思って、この国にここの子たち置いといたら、日本語しかできなくなって、なんか誰に物売るんやって、誰が日本語しかできない人から物を買うんやって気持ちになってきて、じゃあこのまま小学校行かせたらこの子たちずっと日本語になると思ってガサッて連れてきたのがその2018年4月その例えばすごいね、私の家がその資金が潤沢にあってですね、うんうん、あのなんかインターンにも行かせれますとか、なんか留学に行かせれますとかっていう家だったら、まあもうこのまま日本でみたいな感じでもいいと思うし、子供がめっちゃ賢くてなんかめっちゃ社交的で、なんかもうここのポテンシャルあったら絶対この子中学校高校行ったら海外行くわって言い出すかなって思うような幼少期だったら、私は多分日本にいたと思うんですよね。お、じゃなくてこのままこの子この中間所得層での家庭で、このなんかちょっと若干引っ込み思案でなんか内向きな感じの子が年取ってっても絶対海外行くって言わないと思って、なるほど、そうだからもうここの時点で連れてかないと、はい、縁がないって、まあ、たまたまうちはその海外が親戚だったか余計にもうじゃあもう今まで全然下準備してなかったけど、はい、行こうって、ここででもそのきっとね、あの家族の中でいろいろお話あったと思うんですけど、やっぱり旦那さんは仕事の関係上日本にいなくちゃいけないっていう状況 で、うん、でもしマレーシアに、タマリさんとお子さんが行くんであるとやっぱり離れ離れになっちゃうわけじゃないですか。ここら辺のそのなんか納得感というかそういう話し合いはどういう感じだったんですか。いやもうなんか旦那さんは全然うわすごいってやるじゃんみたいなそうなんだナイスアイデアみたいな、うんうんうん、うん、すごいナイスアイデアで行ってくれ行ってくれっていう感じでしたね。まあそのね、ちょっと離れてとかもあるけど、何よりも私たちって一番重要視したのはやっぱり子供たちがどういうふうにやっぱり健やかに育つかっていうのが一番大きいので、うん、うん、あのこっちはたくさん家族も親戚もいるので、やっぱり情緒面的にもやっぱり私と旦那さん2人では多いなんていうかこうサポートできない部分も、こっちだの親戚とか両親であればサポートしてもらえるっていう彼も自信があったんだと思うんですよ、はい、自分が育ってきた環境にも、そうですね、そうだからいやもうそれはすごいナイスアイディアだってそうそう行ってきてくれるのかみたいな感じでしたね。お子さんの方どうですか。当時、一番上の、長女さんは何歳ぐらいでした。はい、長女は、6歳で、保育園の卒園を終えてきたので、4月。はい、でも、そのぐらいだと、まだ分かんないですかね。こうマレーシアに行くよって言われて、どういう反応しました、その時、覚えてます。みたいな感じだった。何回か連れてっては行ってたし、もう結構小さい時からマレーシアに行くかもしれないみたいな話はしてたので。ああ、なるほど。うん、でまあ、確かにね、お父さんもね、マレーシア人だしっていうことで、可能性はあるっていうのは、うん、ありますよね。
そうですね。だからまあ分かんないけど、とりあえずなんか行くんだっていうふうには思ってたみたいで、卒園式の時とかにも、あ、マレーシアの小学校に行きますみたいな、そういうことを言ってくれてましたけどね。でも来てみたら地獄だって、もうびっくりしましたけどね。まあ、そこがね、その、まあなんか お子さんもやっぱりそれぞれ多分ね、マレーシアっていう大きなその環境の変化で、多分それぞれ大変なことはあったかと思うんですけどね。